バナナリパブリックの店舗バナナリパブリックはアメリカ合衆国カリフォルニア州を本拠とする医療品製造小売業でありそのブランドであるギャップやオールドネイビーといったチェーン店ブランドとともにアメリカ合衆国での医療品小売業採用手であるギャップ社が所有する1978年にメルジーグラーによってカリフォルニア州ミルバレーで創業された当初は 1970年代後期に流行したサファリ風ファッションを取り扱っていた。また、ジープやアフリカのサファリに実際に生息する植物をショーウィンドウに並べていた。1983年にギャップ社に買収された。ギャップ社買収後はブランドイメージの転換が図られ、現在のカジュアルラグジュアリーと呼ばれるアパレルブランドとなった。また、2000年に入り、 ファッションショーの定期的な開催、テレビ番組や映画への積極的な提供等を行い、そのブランド値を高めていった。現在は世界各国に合計600以上の店舗がある。バナナリパブリックというブランド名がアメリカにおいて中南米の小規模な発展途上国を無別的に扱うバナナ共和国という故障そのものであるために、そのアウトドア的なファッションと合わせて、 それらの小規模な発展途上国に対する偏見を助長するものとしてアメリカ合衆国国内や中南米諸国で批判を浴びた。2005年9月、日本に北米以外で初の海外進出。9月1日、プランタン、銀座モード館に1号店をオープン。続いて9月3日に六本木ヒルズ、9月7日にコレド日本橋、9月15日に 横浜ランドマークプラザと4店舗立て続けに出店。立て続けに店舗出店を続けてきたが、2016年5月米ギャップ社が日本で展開するオールドネイビーの全店舗閉鎖とともにバナナリパブリックの大幅な店舗縮小を発表した。ありがとうございます。